はい、どうも、なんでございます。皆様、新年明けましておめでとうございます。と言ってもね、今日がですね、1月の23日なんですよ。もうすっかり新年も迎えちゃって、言うたらもう本当にもう2月になっちゃうかっていうぐらいの時にね、今こうやって今、新年一発目の動画をね、今撮影しているわけなんですけれども、僕のね本業が忙しくて年末年始は大変だったわけですよ。で、休みの日って言ったらもうほとんど寝てるか、ゴロゴロしてるかっていうような状態で、なかなかこう動画をね撮るっていうこうところまでいかなかったわけですよ。ようやくねだいぶ仕事もね、まあ、落ち着いてきて動画を撮っているわけなんですけども、今日はねちょっとあのいつも撮ってる部屋とはまたちょっと違う部屋で、隣の部屋でこう今撮っております。とちょっと向こうの部屋ちょっと今汚くてね、今日はちょっと違う部屋で、こうやって今、撮影をしておるわけでございますが、今日はですねちょうど1年前、2021年が始まった時かな、去年こんなことがあって今年はこうしたいねみたいなお話をしたことがあったんですけども、まあそれと同じような感じで、まあ2021年はこんなことをしました、2022年はこういうことしたいなっていうようなね、まあそういうお話をね、していきたいと思いますので、興味がある方は聞いていただければいいなっていうふうに思っております。2021年、まあ僕的には何があったかっていうとね、やっぱり一番はバイクの免許取ったっていうのがやっぱり大きいかな。でまあそのツーリングに行ってね、まあバイク動画なんかも結構ちょこちょこ流したりとか、そのバイクのパーツの取り付け動画とかをね、結構バイク動画みたいなものが去年2021年は多くてですね、まあバイクという新しい趣味を得たわけでございます。でそれでですね、まあ僕のあのチャンネルを初めて見てくれた方とかもいましたし、チャンネル登録の方もねちょいちょい伸びていったっていうのもあってね、まあ非常にそれに関しては嬉しいですし、まあ新しい趣味を始めたっていう意味では、まあ非常にいい、幸先のいいスタートだったんじゃないかなというふうに思っております。今バイクはですね、まああのレッドバロンさんに、預けております。まあ冬期間ね、あの雪降ってるんで、まあ今年の、そうだな、4月から5月ぐらいには撮りに行ってまたね、バイク動画なんかも上げていきたいなと思っております。まああと、青家さんのライブに行ったっていうのもありました。このご時世的に非常にこうね、デリケートな、時期でライブに行くべきか行かないべきかっていう結構こう際どいところで行ったライブだったんですけども、去年行ったライブから2年ぐらいはずっと行ってなかったので、2年ぶりのライブで、まあ、非常に楽しくでちょっと感動もしたっていうねライブだったんですよね。レポートの動画なんかもちょっと作ってたりするんで、まあ、そちらの方もご覧いただければいいなというふうに思っております。そこまではね、まあ、割とまあ動画にしたりだとかっていうような形で皆さんご存知の方はいると思うんですが、こっから先はね、まあ、特に動画にもせずに起こった出来事ということで、まあ、いくつか挙げていきたいなと思います。まあ、まず一つはですね、これ本当はね動画にしようかなと思ったんですけど、僕ですねプレイステーション5の、抽選販売に当選をしまして、それをね、まあ、購入したっていうような出来事がありました。本当にね、山田電機さんのね、まあ、抽選販売に応募をしまして、で、当選しました。いろんなところにね、応募したんですよ。だいたいね、20回前後、17、8回ぐらい応募して、やっと当たって、プレイステーション5でございます。僕のねテレビの横にねドーンと立っておりますよ。でも本当にね今、まあ、このご時世でね半導体不足とかっていうことで、まあ、ゲーム機だったりとか、あとはまあ車とかもね需要と供給が追いついてないような状態で、なかなか手に入れたくても入れられないっていうような状況が続いてます。で、まあ、あとはまあそのプレイステーション5に関しては転売屋とかね、まあそういったのもあるのかな。こういう風にね手に入れられたっていうのは本当にラッキーですしね、まあ本当に去年2021年の運をそこで使ったんじゃねえかっていうぐらい本当に嬉しい出来事でございました。デスストランディングとかね、まああとはファイナルファンタジー7のリメイクのインターグレードとかね、ゴーストオブツシマとかもねやったりとかして楽しんでおります。まああとはゲームのね流れでお話しするんですが、とあるゲームにハマりまして、これがですねニーヤオートマタっていうねニーヤシリーズ、まあご存知の方すごい
多いと思うんですけども、友達から勧められまして、これ絶対面白い神ゲーだからやってみろっていうことでやったわけですよ。これがね、まあ面白かった。あのゲームって一回プレイして一回クリアするだけじゃね、全部はわからないんですよ。5回こう周回プレイをすることでようやくね、真のエンディングにたどり着くっていうちょっと変わったゲームなんですけども、まあそれにハマりましてね、ゲーマーというほどねゲームしてるわけではないんですが、まあおそらく僕が今までやったゲームの中で間違いなく一番になるゲームに出会っちゃったなっていうようなね、そういうゲームでしたね。でまああとはですね、僕個人のね出来事だったんですけど、まあ夏のボーナスがすごい減ってたっていうねのがございました。まあこれはしょうがないよね。飲食の商売をしててね、連日テレビとか見てるとさ、個人商店とかの方たちってもうそのとにかく会社を維持するためとか、従業員のお給料を払うためにもうね、やっぱりボーナスはやっぱり出せないわけじゃないですか。まあこのご時世でなかなかねボーナスが出てるっていうのは本当にまあやっぱり僕は幸せなことなのかなっていうふうに、思ったりしております。あとはまあ2021年の1月からゆるキャンシーズン2が放映されましたね。動画とかでね同時視聴とかつってこう実況したりとかしたんですけど、結局まだなんか最終話まで実況できてないですよね。まあすごい中途半端にちょっと終わっちゃってるんですけども、まあ本当にそれぐらい熱を入れて見てたアニメではありました。今年2022年の夏ぐらいにはそのゆるキャンのね映画なんかも公開されるということで、なんかビジュアルがねちょっと出てるんですよ。ちょっと大人になったナデシコとリンちゃんがこうポンポンと出てるようなビジュアルが公開されてたんですけど、大人になった時の話になるのかな。まあ、ちょっとまだ全然そこら辺はよくわからないんですが、まあ、ゆるキャンのシーズン2が、まあ、2021年の頭に放映されてたっていうことで、まあ、あれもハマったね。DVD ボックスとかもね、普通に買いましたし、今でもやっぱりたまに見ますからね。うん。映画が公開されて、すごく好評ならシーズン3なんかもね、やってほしいなっていうふうにも思ってます。なんか3月には単行本が出るとか出ないとかっていうような話なんですよね。これね、いつだったか忘れたんですけど、札幌のパルコだったかな。パルコのですね、7階であったゆるキャン店っていうのにね、実は行ってたんですよ。ゆるキャンのその原画とか場面写真みたいなものがこう貼り出されてるようなね、そういうようなね、展示会みたいのに行ってきまして、いろんなものを買ってたりしたわけですよ。 T シャツとかさ、トートバッグとか。今でもやっぱり僕バイクに乗ったりとかキャンプに行きたいっていう気持ちを持ってるのって、やっぱりゆるキャンのおかげなんですよ。まあここまでは、まあ、2021年、今年2022年ね、こういうことしたいなっていうようなのも、ちょっといろいろお話ししていきたいなと思います。でまずはバイクの免許取りました、ツーリング行きましたって言って、確かね僕はね最終的にソロキャンプに行きたいっていう風にまあお話ししてたと思うんですけど、結局去年はねまあキャンプに行くことできなかったんですよ。まあまあいろんな事情もあってね、2022年は行きたいなと。で結構ね僕ねもうねグッズいっぱい買ったんですよ。モンベルのさテントだとか、あとシュラフとかいろいろ買いまして、一応ねもう行く準備は万端なわけなんですけど、今のこのね状況とこのご時世と相談しながら、もしソロキャンプに行ければバイクで行きたいなと思っております。最近ねやっぱりね40歳過ぎるとまあ太るんだね。今までその甘いものばっかみたいに食べたりとかしてたんですけど、全然それがね体にこう反映されることなかったんですが、本当に40歳を過ぎ始めたあたりからもうね如実に出始めるんですよ。本当2、3日前に健康診断に行ってきて、その時に体重測ったんですけど、2021年のちょうど今ぐらいの時に行った時は 70点何キロだったんですけど、で今回行った時に74キロになったんですよ。4キロ増えてたんですよ。なんかちょっと危機感が出てきちゃって、お腹も出てきましたし、でまあ体重もね4キロ増えてますから、だからちょっとねダイエットをしたいなと思
思っております。まあ、運動も特にねしてないからね。これといって最近考えてるのはスイッチのあのリングフィットアドベンチャーをね、真面目に買おうか買わないか悩んでおります。まだ買うかどうか分かんないんですけど、まあ、とにかくねダイエットというか体をちょっとね絞る、まあ、運動するっていうようなことをねちょっとしたいなと、ちょっと痩せたいなっていうふうに2022年は考えております。で、まあ、あとは新車が欲しいなっていうね漠然とした願望がございまして、今僕乗ってる車が新車で購入して7年ぐらい経つのかな。今ね3万キロぐらい走ってるんですよ。14万キロ超えたあたりぐらいからやっぱりそのエンジンの音とかに異常が出たりとか、その車検に持ってった時に法外な額を取られるとかするらしいので、まあでもそろそろもうここ1、2年ぐらいにはちょっと新しい車が欲しいなっていうふうに、ちょっとまだ全然その目処は立ってないんですけど漠然と、考えております。やっぱり雪国なので僕の住んでるところは、だからやっぱこう 4WD のついてる、だから今だったら SUV とかさそういう車がいいのかなとかって思ってて、おります。とにかくねそのなんだろう、もう某感染症が流行り始めてもう何年目 ?3 年目とかになるわけじゃないですか。とにかくね、僕が思うのはね、もう一日も早くね、普通の日が来るといいなっていうふうに思っております。それも踏まえて、自分自身がまずしっかり健康でいること。今はね、その新しいオミクロンの株がね、すごい加速度的にこう広がってるわけじゃないですか。僕の周りには、まだそういう風な感染してる人っていうのはいないんですけど、調子悪くて会社休んだりっていうような人も結構いるので、なんかちょっと怖いなっていうのは正直あります。だから僕も最近は本当に頻繁に外出も全然してませんし、家でずっとテレビ見ながらお菓子食べたりとかして、まあそれが結局ね太っていく原因にもなってるのは分かってるんですけどね。僕のその職業がやっぱり観光業の仕事なので、やっぱりこうみんなが出てきてくれないと僕らもう全然その商売としては全然上がったりなので、だからもうとにかくいつも通りの日常になって、たくさんの人たちがねこう出歩くような普通の日になってほしいなって、多分ね去年の今頃もこういう動画で同じこと言ってたと思うんですけど、まあとにかく皆さん健康でいるということ、普段の日常来てほしいなっていう風に思っております。はい、少しね暖かくなったらまたバイク動画とかも上げたいしね、そんな感じで、この動画いいなと思っていただいた方はグッドボタンですね、それからチャンネル登録で、あとはまあね更新しないTwitter、あと Instagram なんかも僕やってますのでフォローとかしていただけると、ありがたいなと思います。それではね、次の動画でまたお会いいたしましょう。それではまた。